これ送信したら始まってるんですかね。あ、いや、今、あ、始まってる、始まってる。はい。行きました？来たかな？あ、来たかも。来たか。そしたら、先ほどお願いした引用についてだけごめんなさい。お願いします。ちょいとお待ちください。こんばんは、ただいま、引用リツイートお願いしておりますので、少々お待ちください。少々お待ちください。公開されたのですけれども、お、よかった。コンティニューコインが早い。早い、ありがとうございます。早い。あ、すごい、いっぱい、早い。すごいですね。ありがとうございます。コンティニューコイン。今日はお風呂上がりじゃないなってコメントがあるんですけど、お風呂上がり。いつもその夜中にラジオキャスやるときはこう風呂上がりで全裸のままよくやってるんですよ。まあラジオが、ね、声だけだから。全裸でも問題ないんですよ。そうね、スキンケアしながら喋ってます。意識高い。意識高い。わー、すごいいっぱい来て、ちょっとコメントも追いついていない。こんばんは皆さん。あ、ジュピラーとハイドさんもいらっしゃって、すぐ来てください。あ、そうなんですか。ジュピラーではジュッカさん、あずっかさん、こんばんは。ダンボーや。しんちゃんさん。しんちゃん、こんばんは。ナイスウィン。ナイスウィン。すごい、すごいコインたくさん。うん、あっという間に、もう、すごい、早い。あっという間に50人がいっぱい来てくださってる。嬉しい。こんばんは。こんばんは、まささん。リラックマの。ラジオに変える。変えへん、変えへん。で、8時に、星あめりさんのファンディングのページが公開されておりますので、今ちょっとページのリンクを貼らせていただきます。失礼した。こんばんは。こんばんは。声は問題なく届いてたんですかね、皆さん。聞こえてますか？音量問題があったら教えていただきたい。コメントしてください、問題あったら。お趣旨ありがとうございます。あ、しむじゃん、それは。あ、よかった、音声問題なさそうです、安心。よかった。これいつもコンティニューコインこじきをする、あ、そうなんですが、もうクロマックスだから今日はこじきしなくて済みそう。こじきする、いつもこじきします。また、こいつだ。こいつからコインください。今日は、すごい、アメリンの力のおかげで。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、これも。はい、ありがとうございます。はい。というわけで、はい。もし、アメリさんが、ポルノファンディングに登場です。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。やりたいこと、夢があるとのことで。そうです。それをじゃあちょっと。はい。そろそろもう、だいぶ、集まるのが早いからなんか。もういいのかなっていう気持ちになっちゃう。すごい、これ、どこに人数書いてるの？なんか、私の見てるの。ここです。あ、そこか。なんかごめん。なるほど。パチパチパチが初めて見たその888のやつ。あ、すごい888数字の8じゃないや。私も初めて見ました。新しい森さん。何かと思った。いっぱい来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。そんなわけで、ポルノファンディング、星あめりさんのファンディングが始まるということで、はい。ちょっと説明を、というか、はい、説明を。はい、お話をしていただけたらなと思います。はい、はじめましての方も、そうじゃない方も、アメリンこと星アメリです。今回、ラポルノさんで写真集を出させていただくっていうことで、クラウドファンディングをさせてもらうんですけど、私、2017年の冬にデビューしまして、で、今年で4年くらいになるんですね。
そうなんですよ。ありがたいことに。でも、この4年で私、写真集とか、イメージビデオとか、AV じゃなくて、自分の綺麗な姿を、こう、皆さんに見ていただくみたいなもの、作品が今までなくって、で、それで、そういうの出したいですっていうのを、事務所さんとかに言ったら、こう、ラプルノさんが協力してくださるということで、今回、クラウドファンディングっていう形なんですけど、夢だったので、それを実現できるように今回は頑張りたいなと思っておりまして、で、その写真集のコンセプトなんですけど、エッチなところはみんなにも結構見てもらってると思うので、そうですよね。そうですね。そうですね。ありがたいことに、そういう部分はたくさん見ていただいてると思うので、私普段、こう、田舎というか、生まれも和歌山なので、もう山、川、海とかに囲まれて育ってるので、その中で、こう、一緒に暮らしているというか、まあ、恋人になった目線で、こう、ページ開くたびに見てもらえる、素の部分を出した写真集を作りたいなと思っております。わー届いたかな、この思い。でもなんか、打ち合わせの時に、なんか、はい、その、やりたいことというか撮りたいシーンが結構あって、悩みましたよね。そうなんですよ。めちゃめちゃ悩みましたね。なんか、温泉というか、なんか綺麗な湯煙感のあるやつとか。終わってましたね、そうですね。なんか、自分がサバイバルゲーム、サバゲーとか趣味なんで、それとか、コスプレとかいろいろ出たんですけど。でもやっぱ、サバゲーはやっぱちょっと組み込めたらいいなの気持ちも、ね。そうですね。はい。でもやっぱり、いつ見てもなんか、こう自分を感じてもらえたり、どんな感情の時に開いても、素の私がスッて心に入ってくるような写真集にしたいので、なんか、その自然の中で、星アメリを出せる写真集を撮りたいなと思っております。はーい。ありがとうございます。そうですね。で、一応デジタルなんですけど、リターンの金額によっては本にもしていただけるので、個人的には、オタク心理としては、やっぱ本にした方が、オタク心理としては、家に本がある方が、こう、なんだろう、私のことも感じていただけるだろうなと思うので、まあ、本を一応最終的には目指しております。飾れますもんね。そう、飾れるってめっちゃでかいですよ。こうやって飾っておいてもちょっと、あれですからね。確かに。やっぱちゃんと飾って。ちゃんと私の顔を部屋に。それこそさっき言ったように、こうパラパラめくれた方がいいですよね。ああね、見てもらった方が。渋谷動物園さんが初めてコメントできました。初めてコメントできました。この間、多分、打ち合わせの時に言ってたんですけど、いつもコメントしたくてもコメントができないって言って。どうしてですかね。ログインができていなくて。ああ、なるほど。私がログインしたんです。これでコメントできますよって。ありがとうございます。すごい。来てくださってありがとうございます。やっぱ冊子が形に残るのはやっぱ嬉しい。そうですね。そうですね。私も嬉しいし、なんなら保存用、持ち歩き用とかもあってもいいので。うん、なんなら布教用とかってもいいので。そう、布教用。布教用用。大丈夫。大丈夫くらい。配りたいですよね。そうですね。もしアメリこんな子いるよとか、みんなも。見てやりたいですよね。やっぱり、そう、紙ですよね。うん、紙いいですよね。デジタルもデジタルでいい部分はあるんですけど。まあ、いつでも見れるっていう点では。それでもやっぱ紙。表紙とかもやっぱ、ちょっと気合い入れたいですもんね。そうですね。表と裏表紙とか。うん、あ、裏表紙がありますもんね。増えるので。製本になると嬉しいですね。製本は A4 サイズ。みんな、大きさ変えれるんですか？変えられますよ。一番ちっちゃい人でどれぐらいなんですか？ですよね。うちで今作ってるの A4 だけですか？なんか今ちょっと石持ち歩き出てたんで。あ、正方形。思ったね。正方形派なんて言ってた。正方形か。でもまあ一応 A4 サイズが、私も、はい。まあそれがいいですよね。トートバッグに入っちゃうんでね、A4 サイズ。あ、確かに確かに。持ち歩けますから。うん。嬉しい。で、ちょっと8時にファンディングのサイトをオープンさせていただいたんですけど、9分しか経っていないのでご支援が入ったみたい。缶バッチ。缶バッチのご支援が入りました。マジですか？ありがとうございます。楽しみ。缶バッチ。ジキルミスターハイドさん。あ、ジキルハイドさん。あ、ジキルハイドさん。ありがとうございます。ありがとうございます。缶バッチマジでカバンにつけれるし。そうですね。それも踏まえてちょっと、リターンの説明を、はい。そうですね。はい。していけたらなと。させていただきたいと思いますので、ちょっとじゃあ。
あ、動画も公開されてるので皆さんぜひ見てください。後で見てください。初の試みを、ラフォールの初の試みをしてみたので、ぜひぜひ。ちょっと最初の部分だけ私言っちゃいます、ね。お願いします。一番、ちょっとリターンの説明に入ります。一番上にあるお布施が、これは本当にお気持ちだけ、はい、お気軽にもワンコイン500円からご支援いただけるプランになってるので、こちらもぜひぜひ。お願いします。応援よろしくお願いします。本当に、頑張れの気持ちになるので。そうですね。すごい励みになります、それは。支援しやすいと思うので、今までファンディング初心者の方とか、逆にここから始めてもいいのかなと思います。うん、で、送料元払いオプションってあるんですけど、これが、基本うちの物品は着払いでのお送りになるんですけど、着払いでのお受け取りが難しい方向けに、うん、送料元払いオプション、これ一緒に支援していただくと、こちらから元払いで発送できるオプションになっているので、なるほど。ただ注意点があるんですけど、ラポルノのサイトちょっと不便で、複数支援がただいまちょっと対応できていないんですよ。なので送料元払いオプションを一緒に押して支援してくださる方がいるんですけど、うん、1個しかちょっと選択ができないので、都度決済が必要になってしまうので、なるほど。ピンを一回決済していただいた後に、もう一回戻って、ちょっと元払いオプション希望の方は、もう一回選択して、また決済していただくという、ちょっと不便。結構不便。なんか最近多いんですよ、その元払いだけ。選択して支援してくださる方が多くて、うーん、送る物品がないのに何を元払いにしたらみたいな、そういうのが確かに作業がちょっと生まれてしまって、後から決済をお願いしてしまうのちょっと心苦しいので、最初にご希望の物品を支援をしてもらって、決済してもらった後にもう一回元払い希望の方のみオプションこちら選択して決済をお願いします。そのことです。そのことです。いや、よろしかったらまた聞いてください。ちょっとめんどくさい。ちょっとめんどくさい。本当にすいません。本当にその通りで、文句はプープ言ってるんですよ。これに関しては。ちょっとめんどくさいって書かれてる。そのちゃんもしっかり改善させていただきますので、少々お待ちください。申し訳ありません。申し訳ありません。では、じゃあ、はい、ここから、星さんに。はい、かしこまりました。質問していただけたらと。コースター持ってきた方がよかった。あ、ありますか？ありますよ。ちょっと、行ってきます。はい。ちょっとややこしい。そうなんですよ。申し訳ありません。確かにややこしい。本当に。私はまだちょっと理解してないです。これ、実際のページ見ながらじゃないと多分説明が、多分言ったらわかると思うんですけど、すごいめんどくさいんですよね。ありがとうございます。もし今の話で分からなかったら、私にリプライくださったら。あ、それかも、はい、ラポルノに。あ、そうか、ラポルノさんの DM を送っていただいたら、すぐに。らしいので。謝罪させていただきます。あ、ありがとうございます。はい、では、お願いします。はい。まず最初に、グッズの方から、ご説明させていただくんですけど、こちら、じゃじゃん、コースター。はい。なんだっけ、軽揚度、軽揚度、軽揚度、あの字難しい。水とかちゃんと吸ってくれるやつのタイプになってて、後ろがコルクです。はい、で、ここに私の直筆サインと支援してくださった方のお名前を入れてお届けしたいと思っております。で、ちなみに支援金額がコースター一つで1500円になっております。はい、意外と使い勝手が良くて。そう、めっちゃ大きいでしょ。ちょっと待って。これペットボトルなんですけど、いい結構、そう、わかるかな。ペットボトルとか余裕で乗るんで、大きいマグカップとかも。私入れちゃってます。マジですか？だから試しに買って、なんか本当に吸うんかなとかって言ってたんですよ。そうです。ポルノファンディングとか言ってた。試し書きしたのが使ってるんですけど、意外と消えない、ね、消えないし、めっちゃ便利。あ、コースターなんで飾ってもいいと思うんですけど、ね、あ、確かにこのままなんかね、飾れそう。ちょっと私大理石柄ってちょっとおしゃれなの選んでるので、見えないかもしれない。あのページラポルノさんの、はい、ページ見てクラウドファンディングページ見てください、はい、がコースターでした。はい、はい、ほい。で、次が、チェキですね。生チェキにサインと支援者さんのお名前を入れさせていただくんですけど、その作品の撮影日、私の写真集の撮影日、ね、はい、そうです、そうです。写真集の撮影日に、写真集の、ま、衣装とか。そうですね。はい。で、撮ったチェキをサインと宛名を入れて、リターンさせていただくんですが、支援金額がこちらが2000円になっております。はい、チェキ好きな方結構いらっしゃると思うんで、
よかったらぜひお願いします。お願いします。チェキは結構毎回出るので、ああ、しかも数無制限なのでね。あ、無制限。一人何枚持ってもいいと思います。確かに。ポーズもいろいろ変えていこうと思うので、こんなポーズいろいろ欲しいって思う方いらっしゃったら、そうですね。はい、いくつか入れてください。それこそ衣装も多分何パターンか。そうですね。はい、写真撮影してくれた方は、うん、衣装もしくはポーズ変えちゃう、その、こっちで選んで、あやれるので、この衣装か、この衣装か、この衣装みたいな。うんうん、同じのはないと思います。かぶりはなしで。そうですね、かぶりはないので、ぜひお願いいたします。はい、はい、次です。はい、あ、これがさっき、はい、さっき最初に言った缶バッジです、はい、次。これが、57ミリ、はい、5.7 センチのセットがこれぐらいかな。あ、持ってこようか。ありますか？はい。これとでっかいです。大きいですよね。確かに。これも無制限ですよね。無制限ですね。でもプリントは1枚1つの柄ってことですか？そうですね。柄は1つになるんですけど、来た。大きさが。一応イラストと写真はこんな感じです。ありがとうございます。57ミリ。これサンプル、私じゃないんですけど、はい、大きさはこれぐらいの大きさですね。結構でっかくて、こっちが写真入り、こっちがイラスト入りのサンプルです。どういうのになるかちょっとアメリにしない。はい、私のオリジナルなので。写真に絵も、サインとかだったら一緒に入れられるので。あ、そうですね。サインは入れてもいいんですもんね。大丈夫ですよね。はい。プリントなんで、何でもできるので。で、柄とかは、ちょっとお楽しみにしててくださいよ。イラスト自分で描くか、好きな写真にするか、ちょっと迷っておりますので、少々お待ちください。はい、お待ちください。はい。で、支援金額がこちらも2000円になっております。でも何個あってもいいと思います。そうですね。私は、外出と、保護内容を、保護内容を、みたいな。確かに。絶対壊れちゃうだろうな、っていうことで。頑張っちゃうね。そうですね。あれば、あるほど安心なので。みんな、無限回収してください。はい。はい。で、ちょっとごめんなさい。ここで一旦、支援が入っております。あ、ありがとうございます。一緒に紹介をさせてください。はい、だいぶびっくりしました。私も目見開いちゃった。大阪 USJ で入りました。ありがとうございます。びっくりしちゃった。うん、一番下の方に。チョッパーハットさん、チョッパーさん。すぐ一番下まで見てくださったでしょうね。ありがとうございます。こちらがご説明をする前に入りました。嬉しい。ありがとうございます。ユニマヤ。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。チョッパーハットさんかな？合ってるかな？はい、チョッパーさん。この人、ここ、スイキャスにいるのかな？スイキャス、最初の方にコメントしてくださってます。はい、そうですか。よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。すごい。見開いちゃった。はい。ありがとうございます。でも、チョッパーさんが、お会いしたことがありまして、そうなんですね、撮影会とかも来てくださる方なんですけど、ユニバー行きたいよな、みたいなこともおっしゃってくださってたんで。ありがとうございます。最初から狙ってたな。ありがとうございます。狙ったんです。狙ってくれてました。じゃあちょっとごめんなさい、リターンですけど、はい、またまた戻ります。ごめんなさい。次が、キスマーク付きのサイン色紙になります。で、こちらはご支援いただいた方の、宛名も一緒に入れさせていただいて、あれですよね、メッセージとかもたくさん書いてもらって。あ、全然大丈夫です。はい。なので、色紙、綺麗に書いて、綺麗になるか分からないけど、オリジナルで書いて、お渡しさせていただきます。で、私のキスマーク入りなので、はい、お家とかに飾ってほしいです。それは、だいぶあったら嬉しい。で、支援金額こちらが3000円になっております。はい。はい、次。次。で、次が、パスケースです。で、こちらも私のサインと支援してくださった方の宛名を、入れさせていただきます。これって、あれですか？もう本当に写真とかイラストとかなく。なく、で、シンプルな。もう本当に持ち歩けるようなパスケースにサインと出ます。なるほど。なんか意外と人気なんですよね、これ。でも確かになんかちょっと恥ずかしい持ち歩くのっていう人には絶対いいと思います。ステーキとかも入れられるし。逆にちょっと透明なクリアな面があるので、そこにチェキ入れちゃってもいいかなっていうのが。あ、ですって。チェキサイズですもんね、確かに。そうです、ちょうど持ち歩けるんで、パスケースのサイズなら。ああ、いいですね。なので、多分みんなそれを狙ってるのかなってぐらい、パスケース意外と入るっていう。でも私もいいなと思いました。チェキ、この私の写真集のさっきのチェキと、このパスケース一緒に、ご支援いただけたらもうそれだけで綺麗になるので、アメリンセットが出来上がりますからね。ぜひぜひ3000円になっておりますので、はい、よろしくお願いします。
次。はい。次が、オフショットですね。はい、支援金額5000円になるんですが、こちらが私の写真集を撮りに行った時のオフショットになってます。こうやってなんか何枚とかどれぐらいとかって。あ、これは動画で。映像になります。あ、映像、はい、勝手に写真だと思って。動画になるんですよね。ちょっと分かりづらかったかな。オフショットムービーに後で帰ってきますね。オフショットムービーとのことですので、私が、こうなんか緊張してる顔だったりとか、なんだろう、その日のドキドキした私を、最初から最後までずっと撮ってくださってるんですか、ね、結構、ああ、いろんな場面を。そうそうそう。まあ、基本多分結構回しっぱなしが多いですか。そうですね。切って使う。実際が撮ってるのは本当一日中張り込んでるので、そこは多分、ね、日付によって1時間近くあって、それはもう、素材の数に。15分から30分。まあ、ドキュメントみたいな感じで。ああ、ドキュメントいいですね。とのことなので、私の写真集撮った日のオフショットが見れるので、よろしければ、そこも初めての写真集なので、見てほしい気持ちが。そうですよね。はい。逆にこれ写真集と一緒だったら、あ、この撮影の時、あ、ここか、みたいな。そうですね。見れるかもしれないので。はい。ぜひ。ぜひよろしくお願いいたします。はい。それでは次に行きます。はい。はい。次。スペシャルサンクス写真集にお名前を掲載させていただくリターンです。こちらも5000円になっておりまして、私の写真集の最後にご支援いただいたあなたの名前を、掲載させていただくというものになっております。はい、みんなに知らしめることができる。本当に残りますから、ね、そうですね。俺も参加したぞとかなるので、ぜひよかったら思い出なので。あなたとは違った良さがあるので。そうですね。本に自分の名前入ってると結構テンション上がると思うので、よかったらそちらもよろしくお願いします。今、ズッタさんから色紙が、はい、おご支援入りました。ありがとうございます。ズッタさん、嬉しい。ズッタさん。あ、ズッタさんか。ズッタさん。ズッタさん。あ、そんな、あ、ポートレートが。あ、もう、直樹さんがポートレートを入れてくれて。あ、直樹さん、ありがとうございます。すごい、早い。早い。行く前に、こう、みんなで、こう、みんな入っちゃって。私の USJ の説明いらなくなった。え、これって、まあ、一人のやつとかあるじゃないですか。はい、自分もユニバー行きたかったとかいうのは増やせるんですか、後々。そうですね、ご要望があれば。あ、なるほど。はい、なので、もしいらっしゃったらこちらに教えていただいて。あ、かしこまりました。じゃあ、最後の方にまたちゃんと説明します。はい、説明はちゃんと。もしかしたらな。遅刻こんばんは。あ、こんばんは、いっちゃんさん。続々といらしてくれて。あ、オフショットお手頃だな。でも、オフショットって結構本当貴重なんで。そうですよ。なかなか見えないですか。お願いします、アキラさん。次が、グッズですね、また。アクリルキーホルダーです。これ、サンプル、ちょっと、お借りしてまして、はい。この間作った。こんな感じ。ほんと、アクリルキーホルダーです。ちょっとアップにします。見えますか？うん、ボケてる。ボケてる。ボケてる。あ、そうか。ちょっと待って、これ。美容系 YouTuber。美容系 YouTuber になります。見えるか。いやいや、フラフラにひたすらピントが合ってる。あ、ちょっと私の顔が。輝きに、星様輝きに。あ、来た、あ、来た、来た、来た。あ、うん。私、あ、手が見えた。あ、うん。あ、ちょっと伝わりましたね。伝わりづらいかな。伝わりづらい。アクリルキーホルダー。あ、来た来た来た。来て来て。なんか、ちょいちょいボケちゃいますね。ごめんなさーい。私の、袋があれだからかな。あ、確かに。これは、あれですね。うつる以前、ガチャをやったんですけど、はい、この時に作らせてもらった、ちょっと別の、うん、あ、そうですね、私はちょっと変わるかもしれないんですけど、だいたいこんな感じでしたけど、はい、ショートカットなんで若干ね、こう細さが見えちゃった、ね、ちょっとあ、こ、可愛いから私だと思ってください。逆にどうだろう、いけてるのかな、ちょっとぼやけてますね、ぼやけている、結構でかいんですよ、私の手でこうやってるからあれだと思うんですけど、サイズ結構自由自在、やばい、もうボケボケ。あ、来た来た、やばい、星さん負けてるな。みんなが星さんにひたすら言っちゃう。でも大体わかるかな。イメージ、こんな感じです。こんな感じで、ほんと、後ろ真っ白なんですけど、私の写真が入ったアクリルキーホルダーなので、はい、カバンにもつけれるし、しっかりしてるんで、はい。なんか、ガラウェイどっか行ったりとかすることないと思うんで、おすすめです。で、こちらが、6000円の、はい、
支援金額になっておりますので、いつでも私を持ち歩いてください。これ一応胸元までなんですけど、全身でも作ったことがあるので。あ、全身ですね。この、こっちみたいな感じだ。そっちも作るの？全身だともうちょっと大きくなるので。縦長、うん、それによって結構サイズは変わる。そうですね。これのまま全身だと持ち歩くのちょっと大変で。確かに。ちょっとちっちゃくして。なるんですけど、これ、今さっき裏面が白って言ったじゃないですか。あ、変えれるんですか？アクリルって、アクリルがあって裏に印刷してるんで、ダラダラしてるんですけど、うん、そこにデザイン出ることは別に可能なんですよ。あ、例えば、アメリンっていうその、サインを裏に、うん、あの印刷をかけることは全然できる。できます、できます。その方がいい。これちなみに全身のやつをお借りしました。サイズ的にはちょっと大きくなるぐらいなので。うん、ああ、私全身可愛いと思う。いや、私もそう思う。これまさになんか飛んでる瞬間の写真を使ったので、うん、めっちゃ可愛い。ね、あ、全身可愛いっていうコメントもある。あ、ですよね。ぜひぜひ。後ろにタイも、あれだったらかけてもありですね。ああ、じゃあそうです。真っ白、ちょっと寂しいので、後ろサイン入りに私はしたいなと思います。じゃあ、一つ目もしたい。はい、でも、ありがとうございます。はい、こんな感じです。アクリルキーホルダー。これは、当日の衣装ですか？あー、どうしよう。あ、かなーって私は思ってました。でも確かにそうですね。写真集の当日の衣装のグッズの方が。あ、でも今回撮影する衣装のアクリルって書いてるので。あ、そうですね。今回撮影する写真集の衣装でアクリルキーホルダー作ることになります。はい。はい、お願いいたします。なので、ちょっとお届けが。写真集撮影後になっちゃうので、ちょっと少し遅くなってしまいます。ウキウキしてます。はい、次です。はい、次が、私のデザインの、あ、私がデザインさせていただいたオリジナル T シャツです。こちらが、ね、T シャツ可愛いですもんね、絶対。女優さんによって味が変わるので、面白いですね。ね、支援金額が8000円になるんですが、ちょっと一応サンプルをお借りしてまして、はい、こっち見せた方がいい。こっちちょっとちっちゃいから見えにくいかな。ピンクだからもっと見えにくいか。黒の辺がいいか。白髪がしちゃうんか。こっちの方がお借りしてた。いける。これ、M サイズなんで、私が着ると、そう、女の子だと、M サイズですよね。うん。着物着たい人は L とかでもいいかも。L とか、あ、XL まであるんですよね、大きさ。なので、男性でも全然余裕で着ていただけると思います。これ M なので。で、オリジナルデザインを私がさせていただくんですけど、この表と裏にもデザイン入れたくて、こっち写真が入ってるんですけど、これ背中側です。そうです。私もこんな風に、後ろは自分のお写真を入れて、前はこうロゴだったり、アメリストって書いたり、こう、私のファンだよってアピールできるようなものにしたいなって思っております。なので、うん。ね、パジャマにして一緒に寝よう。見ても着れるし。でもなんかさっき、T シャツの色はぜひ選択してくださいって言ってた。それはどうなんですか？大丈夫です。一人一人色選べるってことですか？2パターンから選んでいただくとかになっちゃいます。ああ、なるほど。2パターンです、ね。この人はピンクがいい、この人は白がいいから、ちょっと、ああ、大変だった。びっくりした。個人的には、白、黒ら辺がやっぱ一番着やすいかなと思うので、で、あと黒だと結構、ね、ロゴとか写真も入るので、個人的には黒、シックでおすすめですね。なんか白、黒で作ろうと思います。じゃあちょっと白、黒でデザインを、あ、書いていただいたら、ここに写真を載せるので、はい、その時後ほど公開しますので、ぜひお願いいたします。白、黒のイメージで。はい、白、黒のイメージで。はい。はい、次です。次です。次、オリジナルグラスです。私のラジオツイキャスを聞いてくださった方は覚えてくださってるかなって思うんですけど、今ね、ご飯とか食べに行けない時が多いと思うので、お家で飲んだりとか、お家で過ごすことも増えてて、なので、ちょっとなんか飲む時とか、家飲み用に私の、デザイン、オリジナルでデザインしたイラストだったり、あとサインも入れたグラスがあれば、ちらっと夜を思い出してくれるかなとか思って、で、まあ、こんなね、大変な時期なので、家でも楽しめるっていうグッズ、そしてオリジナルグラスを入れてみました。
これが支援金額8000円になってます。で、まだ。ちょっと作ったことがないので、そうですね、言ってましたね。言ってないんですけど。大きさも私が大体これぐらいでとかって指定できるんですよ。どうなんだろう。ガラスのイメージ、なんか、本当に普通の、言ったらガラスか、グラス、タンブラーに近いっていうんですか？あ、タンブラーみたいな感じの、なんか、可能です。っていう形はいろいろ。タンブラーみたいな形は私は一応想像してました。かしこまりました。はい。なんか割れない素材というか、割れにくい素材。それがいいですね。割れたらちょっと悲しくなっちゃう。そうですね、悲しくなっちゃうので、で、結構、がっつり量入るようなグラス。にしたくて、まだちょっとイラストとか、まあ、自分で描けてないので、こちらも後ほど交換したいので、ちょっとお待ちください。はい。はい。はい。次が特注ボイス。私のサインとご支援してくださった方の宛名入りで、希望の内容とかを決めていただきます。はい。例えば、おはようとか、仕事疲れたからお疲れ様って言って、とか、寝るとき聞きたいからお休みの言葉言ってとか、これ何秒ぐらいですか？45秒。45秒。で、最大45なんで、はい、まあ書いてもあるんですけど、30秒1個と15秒1個とか、15秒3つとか、うん、自由に組み合わせ可能なので、お好きなので。らしいです。45秒になれば、組み合わせは、はい、いろいろらしいので、セリフも考えていただいてもいいですし、もし考えてなかったら、私にお任せしていただければ、支援してくれた方の、こと想像して、いろいろ、まあ、エッチなことも全然ね、大丈夫なので、聞きたいなって思ったら、支援してほしいです。はい。だけ支援金額8000円になります。はい。はい、次です。はい。次が、オリジナルのアクリルスタンドです。これもサンプルお借りしてて、はい、こんな感じ。これもあれだ。これちょっと手がちっちゃいかな。ほい。どうだ、うん、あー、ボケてる。ボケちゃう。飛んでる。ダメ。あ、ちょっと来た。来た。来てますか？一個にしようか。難しい。見えてるかな？あ、欲しい。いい感じですか？全身の、はい。なんか、ちょっといい感じ。全身の、私がプリント印刷されたアクリルのスタンドです、はい。ちゃんと立つので。そう、ちゃんと立って、こっちね、モデルさん、私になるんですけど、で、こっちが、スタンドで、下に引く用の台になってます。で、ここに差し込んでもらったら、テレビの前とか、玄関とか、どこでも置けるようになるので、そう、手と大きさ比べて、こんぐらいの、これは結構、変えられるんです。はい、台座。あ、そうなんですか？台座自由です。台座の大きさも自由ですし、これが今、全身なんですけど、うん、まあ、全身が多いですかね。全身が多いですかね、やっぱ。全然、まあ、上、スタッフも可能ですし。うん、うん、何でもできます、アクスタ意外と。ああ、でも私も全身がいいな。この台座結構自由自在なので。あ、じゃあ星なんで星型にしたいですね。あのね。うん。こないだ作ったのだと、安部美加子さんがラーメン好きなんで、うん、ラーメンの丼の形とか。めっちゃ可愛いですね、それも。へぇ自由自在なので、それも、なんかご要望があれば。やっていただけたら。でも星がいいですか、ね、今星が一番かなと思っちゃった。じゃあこんな感じです。アクリルスタンド。はい、楽しみに。はい。こちらも支援金額8000円になっております。はい。はい、これもちょっと今回撮影する写真を使うので、そうですね、またこれも写真集撮影後にもお届けになります。はい、少し遅れます。はい。はい。次が、バースデーカードです、支援金額が1万円になっておりまして、自分の誕生日当日に届くようになってるカードで、はい、チェキと、あとサインとご支援の方、ご支援してくれた方の宛名と、私が書いたメッセージが入ってるんですね。はい、お誕生日おめでとうのバースデーカード。バースデーカードって嬉しいですよね。嬉しい。当日に届くんですよ。ね、当日ちゃんと当日に届くようになるので。ぜひぜひ。ぜひぜひ。私、大人になってからバースデーカードってもらうことほとんどないので。確かに、確かに。大人になるとないかも。ねえ、ないですよね。って送り合ってたはずなんだ。確かに。いや、みんなももらわないでしょ。推しからもらえるんだぞ。ぜひ、お願いします。思い込めて書きます。これはちょっと限定3名なので。あ、3名ですって。はい、はい、本当に早めに書きます。ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。はい。はい。これがメインになりますね。そうですね。次が写真集です。
今回の一番のメインですね。支援金額が1万円になっておりまして、はい、サインと、支援してくださった方の宛名を手書きで入れさせていただきます。で、これを選んでいただかないと写真集が手に入らないので、ぜひ写真集欲しいと思ってくださる方は、こちらのご支援よろしくお願いします。はい、で、100万円達成で、この時はデジタルなので USB でのお届け。で、200万だと製本になります。はい。なので、大きいところにサインと宛名を入れたいので、本にしないで。USB だとちょっと小さくなっちゃうんで、ね。小さくなっちゃうので、ね。デカデカとやっぱ書きたいですよね。はい。なので、ぜひ本作れるように皆さん、ご支援お願いいたします。で、これ、それこそ、さっきちらっとお話ししたんですけど、はい、2冊ちょっと買っていただいて、1冊はサインと宛名欲しいけど、うん、もう1冊はそのまま取っておきたいよっていう方は、質問のところに、サインと宛名なしでとかって書いていただければ、こちらも対応可能なので。確かに。はい。そうですね。あとは、不況は絶対入れた方がいい。不況入れないとダメなので、宛名書いちゃうと不況できないんで。あ、ほんとだ。じゃあ自分用にサイン入りで、鑑賞用、持ち歩く用、で、宛名なしの布教用の3冊で、そうですね。お願いします。なので、無制限なので、もういっぱい買ってください。無制限だ。はい。本当にこれ選んでいただかないと写真集手に入らないので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。いっちゃんさん、誕生日今日なんですね。今日なの、おめでとうございます。1年後に。1年後だ。でも、忘れた頃にやってくるの嬉しいよ。今日のそのツイキャスの思い出とか書いちゃう。あ、確かに。ぜひ。ぜひ、してください。お願いいたします。はい。次が、お手紙です。はい。私の直筆のお手紙と、あとメッセージの動画、映像がセットになったものになります。で、新金額が1万5千円になっておりまして、あ、手紙の内容もこういう風に書いてっていうのはリクエスト OK みたいなので、はい、そっか。私にお任せでも大丈夫ですし、書いてほしいことがございましたら、リクエストくださったら、それで書かせていただきます。はい。私だったらお任せがいいな。そうですね。ウキウキしちゃうから。確かに。考えて書くの楽しいかも。こちらもちょっと3名限定なので。あ、3人限定なので。はい。ぜひよろしくお願いします。ございます。誕生日は、うん。問い合って人はね。逆に。はよって人はね。はよはよ。確かに。次。大丈夫ですか次が、目覚まし時計です。はい。支援金額が2万円になっておりまして、私の声ですね、肉声で起こします。知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私昔声優をやっておりましたので、好きなセリフだったり、このモノマネしてとかでも大丈夫なので、何秒だ ?20 秒はい。のものが2つ。20秒が2つ、60秒のが1つ。1つ。合計3つで。おお!3つもセリフ入れられるので、好きなことを書いてくださってもいいですし、私に好きな感じで起こしてもらいたいって思ったら、オリジナルでさせていただくので、お願いします。サインと宛名もしっかり入っております。はい。本体に書いて。また、間にぶっこんですいません。はい。マサさんからも。ちょっと待ってくださいね。マサさん。あ、2つ、なんだろう。カラオケと、サシノミです。わーわーカラオケとサシノミだカラオケいけるありがとうございますマサ0013。マサさん。私の知ってるマサさんかな。いました今日。あ、今日はい、コメントでもマサさんいらっしゃいます。なんか私全然見つけられてない。私の方にコメントくださってました。目覚まし1名限定ですので。あ、目覚ましだけ1名限定なので、はい、早めの勝ちです。このマサさんですかね。あ、そうですね、マサさんですね。あ、ってました。はい。よかった。ありがとうございます。嬉しい。次。はい。はい、次が、ズーム飲み会、ズームおしゃべり会です。はい。遠方の方で東京にイベント行けないんだよねとか、あと大阪とか名古屋でもイベントとか撮影会やってるけど、遠いんだよねっていう方に向けたものになっておりまして、支援金額が2万円になります。で、もうすぐに会いに行けないっていう方は、ぜひズームで一緒にお話ししたくて、時間、1時間。そう、1時間。1時間のうちならもう何喋ってもいいので、お酒好きなら一緒に飲んでもらっても大丈夫ですし、質問あったら全然してもらっても大丈夫なので、
1時間みっちり濃い話しましょう。うわぁ。怖い。ズーム2はうち1時間やるの初めてですね。あ、そう、15分とかなので、ちょっとドキドキします。1時間あっという間ですよね、絶対。それこそズーム飲みとかだったら多分あっという間です。ぜひぜひ。ぜひぜひ、こちら無制限か。何人でも大丈夫なので、はい、オタクな人きっと多いと思うので、趣味の話しましょう。アニメ見ながらでもいいですよ。確かに1時間あったらそれもできますもん。そうですね。はい。お願いします。はい。次が、こちらはリアルイベントですね。はい、2人で差し飲み1時間になります。支援金額が25,000円になっておりまして、本当に差しで一緒に飲もうっていうやつです。私、お酒があんまり飲めないっていうのは結構知ってる方いらっしゃると思うんですけど、全く飲めないわけじゃないので、このお酒なら飲みやすいよとかあるのあれば一緒に飲みたいなって。そうですね。はい。思うし、あと普通にご飯一緒にゆっくり食べていろんな話できたらなって思いますね。ほんと1対1、はい、ね、差し飲みリターンは毎回人気なので、うん、あ、それこそこれ5名限定なので、5名限定なのでぜひお願いします。ちなみに場所は都内、東京都内の店舗になります、はい、渋谷近郊とかになるかもしれないですね、うん、場所的に。はい、はい、よろしくお願いいたします。あ、あら、ここからかな、初戦資料は。あれ、なんでついてないんだ。あ、ついてます、ついてます。あ、ほんと、はい、失礼しました。あ、そうですね、もう一回お話しさせていただくと、リアルイベント、こうあってっていうようなイベントにはプラス写真集ってリタのページ見ていただくと書いてるんですけど、これ選んでくださったらもう写し飲みと写真集はもうセットになったものに、はい、なってます、はい、だいぶお得。だいぶお得ですね。写真集一応1万円のリターンになっちゃうので。そうね、本当に。そうですね。1万5000円差し飲み1時間がついてくるので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい。あ、で、ごめんなさい。あ、差し飲み入ってましたね。で、差し飲みの場合は、当日の飲食代はちょっとご支援者様のご負担になるので、そちらだけご了承ください。了承ください。はい、次。次。が、私の私物のランジェリー、下着です。こちらは私のサインと支援してくださった方の宛名を入れます。どんな下着かは、今まで着たことないというか、見せたことない、マジで使ってるやつにしようと思うので、まあ大体どこに来るのもいいやつだけど、撮影会とかだとやっぱね、可愛いの見せようとか思っちゃうので、がっつりいつも使ってるやつ、お渡ししようと思うので。私もこのリターンびっくりしました。私物好きなんだ、みたいな。色系と何が多いとかあるんですか？私ほんと何色でも着るんで、うん、そうですね。明るい色もあれば、セクシーな色もあるし。ちょっと見えないでしょ。おっとって言った。おっとって言った。ぜひ楽しみにしていてください。こちら、支援金額が25,000円になります。アメリンの洗濯機でさ、お家の洗濯機で洗濯機されてる。匂いそうですね。確かに。匂いがする。うちの柔軟体がバレるわ。うわ、この匂い、この柔軟剤みたいな。はず。でもそういうの感じてもらえたら嬉しいです。生活感のあるランジェリー。おもろい。よろしくお願いします。はい。はい。あ、カラオケさっき支援いただいたやつですね。はい、これ1名だったんですか？あ、これも5名までなので、あと5名まで。大丈夫です。私とカラオケデート1時間していただく、プラス写真集もついてくるっていうプランになっておりまして、支援金額が3万です。私、歌が大好きで、昔ミルジェネっていう AV 女優さんとかが出てるライブとかにも出させていただいたことがあるんですけど、こう、歌を聴いてもらいたいっていう思いがすごい強いので。それも言ってましたもんね、打ち合わせ。あ、そうですね、最初に言いましたね。CD を出すか、写真集か、みたいな。そう。なので、今回写真集にさせてもらったので、生歌聴ける機会はこれぐらいになるので、ぜひ一緒にカラオケ行きましょう。デュエットも全然したいなと思うので。ライブと違って独り占めですからね。あ、確かに。カラオケなんて。なんか歌ってほしいとかあれば全然歌えるのは歌いたいなって思います。声がいいですもんね。ありがとうございます。これも場所がこれも都内になります、ね。はい、東京都内になります。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。あと4名です。あと4名。はい。
次が、ポートレート1時間。こちらもさっき入りました。あ、そうですね。なのでこちらもあと4名です。限定5名のポートレート1時間と写真集がついてくるリターンは金額3万円になっております。はい、1時間屋外で私を撮っていただけるんですけど、私ポートレートやったことがないので、なんかそういう女優さん多いですよね。あ、そうなんですか。スタジオはあるけど、外はないっていうのが結構多いので。ないんですよ。みんな結構ウキウキしてますね、これは。晴れたらいいな。そこはもう、なんとかします。晴れ女、ついていかせる。やった。いや、本当に晴れ女。この間も発揮したので。お、素晴らしい。頑張ります。なので、スタジオとはね、外は全然違うので、自然光で撮ってもらうっていうのは大きいので、ぜひぜひ、ポートレートを撮ってほしいです、はい。そう、お散歩デートみたいな感じもありますもんね。そうなっちゃいますね。1時間じっくりなので。うん、そうですね。で、これは最大2枠までご支援可能なので、2時間連続。あ、2時間。あ、さっきもカラオケそうでしたね。書いてました、ね。もう可能なので。最大2時間まで2枠撮れることになります。はい。はい、あ、これ、1時間ずっとアミリさんが歌うっていうのはありかも。え、全然 OK です。1時間ずっと。マサさんの聞き役に徹しますって言ってこの歌知らんわとかでも全然何でもよかったら歌わせていただくので、ぜひぜひお願いしまーす。お願いします。はい、次、これがすごい。はい。私は興味津々。次が本当に私ならではというか、みんな、他のみんなやってないと思うんですけど、私と一緒に騒ぎしましょうっていうリターンです。すごい支援金額が3万になっておりまして、このリターンも写真集がセットになってます。知ってる方多いと思いますが、私、騒げがめちゃくちゃ趣味でして、週1ではほとんど、毎月。そんなに好きなんですか？またね、月4回は絶対。そんなに行ってます。怪我しますの。怪我します。メイクさんによく怒られます。後を残してって。怪我しちゃうんだよ。怪我しちゃいますね。そう。騒げやってるとこ見たいって言ってくださる方も結構いらっしゃったので、見たいよりも一緒に。見れないですよね。そうですね。だから一緒にゲームしたいなって思っておりまして、一応、こう、開催できる人数が10人からになっておりますので、10人集まったら、関東のフィールドを考えてまして、はい、関東のフィールドを貸し切って、一緒に騒げやりたいです、はい。で、これちょっと書いてはあるんですけど、はい、10名に満たない。5名、1から5名様の場合は、刺し飲みと、ツーショットを取れるチェキに変更。で、6名から9名が集まった場合は、その方たちでオフ会を開催しようかなと思っています。はい。でもやっぱ10人集まってほしいので。10人欲しいですね。私、関東のフィールドに行ったことないので、ぜひぜひ、騒ぎ初心者の方もどんどん来てほしいので、教えるし、なんなら教えてほしいしなので、ぜひよろしくお願いします。それこそ初心者の方だったら、アミリーと同じチームになる。あ、そうですね。10人だと5対5で、私移動して、こう、いろんなチームに行きたいなって思うんですけど。守ってもらったらいいんじゃないですかね。逆じゃなかった。逆じゃない。守ってもらったらいいんじゃないですかね。守ります。10がない人はって言ってるんですけど、これ10がない人は ?10 はほとんどのフィールドで貸していただけるので、でね、はい、装備とかも大体置いてるので。手ぶらでほぼ行く。ほぼ手ぶらで大丈夫です。ゴーグルとかフェイスガードもあるし。運動着で行ったもん。あ、へぇー。らしいですね。皆さん長ズボンも。長袖長ズボンは絶対ですね。やっぱ当たるからです、はい。当たるから、もう全然、タンクトップとかでもいいんですけど、痛いよっていうだけで。私が行ったとかで、しっかりなんか、完全に作り込まれてるっていうよりは、結構うっそうとしますよ、なんか。そのまんまというか。あー、なるほど。本格的とかじゃないんですけど、全然土とか、へぇー。生えてて、段差でこけるとめっちゃ痛いっていうのは、その記憶なんですけど。あんま痛い話ですよ、ほら、みんな怖がって。でも、ちょっと、場所によっては、すごい逆に綺麗なとこめっちゃあるんで、あー最近。安全ね。ぜひぜひ、サバゲこれ。ちょっとついていきたい気持ちもあるので、10人集まってほしい。見たいです、私、その。ぜひ私もやりたいので、ぜひとも皆さん来てください。よろしくお願いします。アメリンチーム&スタッフチームって言われてる。絶対やだ。やばい。絶対やだ。私のファンチームプラス。絶対負けた。で、そのサバゲーしているシーンを写真集にもしかしたら入るかもしれないので、こう一応書いてるんですけど、写真集の撮影が入る場合があるので、お顔は映さないのでご安心ください。ぜひ。ただ思い出になるかもしれないので。そうですね、思い出になりそう。お願いします。お願いします。エッチなリターンだはい、続きましては、
特注映像、私があなたのためにオナニーをします。うわー、本気オナニー本気オナニーですね。もう名前呼んでほしいだったり、本当あなたのためだけになるので、こういうシチュエーションというかセリフ言ってほしいとかありましたら指定していただいて大丈夫なので、できることは最大限でやっていきたいなと思ってます。で、支援金額が、13万円になります。で、時間がだいたい20分とか30分とか、まあ、20分程度になってます。ちょっと言ってて恥ずかしくなってきた20分ってすごい長い時間だったんですけど、ちょっとお値段も上がっちゃったんですけど。そうですね。まあ、20分、本当にたっぷり見るわけですからね。恥ずかしい。なんか例えば、おもちゃ使ってほしいとか、なんか指だけでやってほしいとか、いろいろ好みがあると思いますので、その辺もご指定いただけるので。そうですね。おもちゃご希望の場合は、ここから選べるようにやってるので。あ、だって、で、ローター、バイブ、電話から、はい、はい、選択していただけます。で、おもちゃに関しては私のサインをつけて一緒につけさせていただきますので、はい、まずいのでぜひよろしくお願いします。じゃあ、ジキランドハイドさんにバレてる。金額でかいと思ったら20分だった。1個うちで出してるのが多分5分とか、うん、なので5分じゃいけないの。まあ、なんか本気で考えたら5分じゃいけない。20分ちょうだい。そう、20分って言われたんで、あ、これはこの金額じゃダメだ。ちょっと上げさせていただきました。すみません。よろしくお願いします。ただ、20分って結構長い。20分ってなんか、そうですね。たっぷり楽しんでいただける。たっぷり楽しんでほしい。よろしくお願いします。これはもう限定1名様なので。あ、1名です。はい、早いものでございます。早いものでございます。はい。次が、フリーデート2時間プラス写真集のセットです。はい、支援金額が15万円からにな、15万円になっておりまして、ほんと2時間一緒にデートするんですけど、どこ行きたいとか、どこ連れて行きたいとか、プランはほんと自由に考えていただいて大丈夫で、場所は都内近郊になるんですけど、ほんとどこでも大丈夫です。都内近郊だったら東京ちょっと出ても大丈夫ってことですか、ね、そうですね。大丈夫です。横浜で食べ歩きとかでも全然大丈夫です。ああ、いいですね。なんか、ほんとどこでもいいです。私の趣味を一緒に楽しんでもいいですし、それこそ前にツイキャスやった時に、横浜にガンダムできたの知ってました？知ってます本気のガンダム。あ、そうです。私見に行ったことがないんで、それを一緒に見に行きたいなとか思ったりもするので。それだったら2時間ちょうどいいかもしれないですね。ぜひ、そういうのもありなので、よろしくお願いします。こちら。はい。続きまして。これも私オリジナルというか、はい、初めてです。前ツイキャスちょっとした時に盛り上がったリターンで、私と婚約デートです。わー、結婚できる、ね、結婚できる。さっき結婚してくれって言ってた人が、あ、本当ですか。結婚しよう。それで結婚できますよ。婚約デート5時間で、こちらも写真集がセットになったリターンでして、支援金額が20万円になります。指輪を一緒に買いに行くとこから始まります。まあでも、そのやりたいことがもしあったら何でも大丈夫なんですけど、やっぱ自分の想像する婚約デートっていうのが、一緒に指輪買いに行って婚約届け書いてっていうのがやってみたいなって思うので。婚約届け書けたのすごくない？婚約届けねえ、やばいですよ。なので限定1名です。いや、旦那さんは1人です。何人ともね、婚約させるわけにいかないので、こちらも。確かにそうだ。お一人様限定です。で、こちらに関しましては、場所が一応都内近郊、プラス大阪、京都の関西も考えておりますので、東京行けないや、関西なんだよねっていう方も行けるので、ぜひ、結婚したい方は、結婚したいけど、私と結婚してやってもいいぞという方は、ぜひともよろしくお願いします。めちゃめちゃ楽しそうですね。絶対楽しいと思う。指輪のお店の方とかも、本当のカップルだと思ってくるわけじゃないですか。そうですよね。本当に、婚約するんですよ、とかって。いいね。婚約届を取りに行くスタッフが恥ずかしい。だから事前にこう準備していかなきゃいけないから、こう、取りに行ってくるという試練が、まあ、試練が。やりますよ。
ぜひよろしくお願いします。はい、これは本当にラポルノとしても初の試み。楽しみな。結婚びっくりしてる人いる。結婚できますよ。結婚しましょう。はい。続きまして、はい、ディズニーランドはCに一緒にデート行こうっていうリターンです。写真集がこちらもセットになっておりまして、支援金額が35万でございます。時間が本当ディズニーの開園から閉園までみっちり一緒に遊ぼうっていう感じになっておりまして、はい、私、ディズニーシーに一回しか行ったことないので、あ、そうなんですか？そうなんですよ。だからちょっと何あるかがいまいち覚えてなくて、でもシーってなんか大人なイメージありますよね。シーは大人なイメージですね。ランドが割とキャッキャキャッキャッ。あ、確かに。がっつり遊ぶならランドかな。ですかね。シーの方が、はい、アトラクションとか割と、大人向けってことですか？はい、で、そうですね。なんかジェットコースターとかタワーブテラーとかは、あ、そうなん、タワーブテラー。がっつりアトラクションなので、うん。割と遊び回れる。あ、いいですね。ランドの方がどちらかというなら、カップルで、多分、なんていうんですかね。ゆっくりできるかなって思って、じゃあ、っていうのは、ゆっくり景色楽しんだり、それこそ城の前の写真撮ったりとかっていうのが、おすすめです。散歩するのおすすめです。スタッフにディズニーマニアいますよって言われてます。はい、今喋っておりますので。あ、そうなんですか。ただのディズニーマニアです。なるほど。C の方がどちらかというなら、結構ご飯美味しいし、アトラクションしっかり、まあ、多分、大人でも全然楽しめるし。ああ、そうなんですね。タートルトーク。ちょっと時間過ぎそうだなってハラハラしてたらめちゃめちゃコンティニューコインを入れてくださった。あ、ありがとうございます。ゆうさんかな。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、シーユー、タートルトークありますよね。なるほど。大好き。面白いやつだ。あの、クラッシュとか喋ってくれるやつ、あれ、どうなってるんだろうっていつも思っちゃう。リアルタイムで。すごいですよね、リアルタイムで。どっから見て誰が喋ってるんだろう。でもそういうのちょっと考えちゃダメって。ディズニーの友達に怒られたことがあるので。逆になんだ。怒られました、私。いや、そういうのないから。裏側とかないから。クラッシュが喋ってるから。有名なタイプだ。ごめんねって言う。ごめんねって言う。謝った記憶があります。ディズニー一緒にぜひ行きましょう。逆にタートルトーク行ってほしいですけどね。あ、質問したいな。もらいたい。めちゃくちゃ面白い。面白そう。で、このデートの合間に写真も撮っていただけるみたいなので、はい、はい、記念に残るので、ぜひとも一緒にデートしましょう、ディズニーで。はい、お願いします。で、この撮ったお写真は、次の日とか後日、しっかりサイト内のメッセージからお送りしますので大丈夫ですよ。よろしくお願いします。はい。で、次が、あ、まだか。はい。次が、さっき支援いただいた、大阪の USJ デート写真集セット付きです。ありがとうございます、ご支援。では、ユニバ行こうっていうやつです。そうですね。はい。今ちょうど、鬼滅の刃のコラボも始まったので、季節的に、行くとしたら、リターンは冬になりますか？今始まったら冬ですかね。10月冬ですね。冬の間に行けるかな。うん、いけると思います。日程調整がうまくいけばですね。写真集自体は多分後から後日お届けになると思いますし、はい、デート開催にまでに間に合えば手渡しでお渡しできるかなって、うん。ああ、わかりました。多分冬ぐらい。冬ぐらい。今までやってるんでしょ、鬼滅今。鬼滅始まって、来年までなので、冬とか全然長いんですね。長かったら楽しめますね。なので、冬だったら、イルミネーションとか、なんか多分、ユニバ綺麗だと思うんで、すごいでかいツリーとかもあるので。あ、ありますよね。そっかそっか。わ、いいな、いいな。マリオにまだ行ったことがなくて、実は。マリオに行きたい。あ、私も行ったことないですね。マリオ楽しいっすよ。え、いいな。ウィー、マウント。マウント取られた。ディズニーもクリスマスぐらいになりそう。あ、じゃあ、ディズニーのクリスマス行ってみたら。今年やるのかな。え、やんない可能性もあるかな。あ、あります、全然。ああ、ちょっと。デコレーションされてるんですよ、結構。ああ。割と。なんで、ね、こう、できればね、こう、ツーショット撮る、綺麗なところ。そうですね。冬って感じの綺麗なところで撮りたい。多分、キラキラはしてますよね、街。キラキラ。ユニバが一人で、終わっちゃったんですけど、ご要望が、はい、ぜひ行きたいぞっていう方がいらっしゃいましたら、はい、教えてくだされば、はい、私に言ってくださってもいいですし、ラポルノさんに送ってもらっても大丈夫なので、
ぜひぜひ人数増やすことは可能なので、はい、もし考えていただけるならよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お姫様抱っこできるかなって言いますけど。お姫様抱っこ、重いから逆にモテるかな。やるだけじゃなかった。いや、わかるかな。逆に私がしてあげれる可能性もあるんだから。それもいいな。あ、でもシンデレラ城の前のお姫様だから。めっちゃいいな、それは。逆に逆もやってほしい。逆いいな。はい、次のリターンが。はい、これが最後のリターンですかね。あ、はい、はい、次、最後のリターンになります。こちらも、デートになるんですが、これは5時間のフリーデートで写真集がついてくるセットで、支援金額が35万です。で、5時間たっぷりフリーデートなので、どこにでも行けるんですが、これは、動画撮影が。はい。フリーデートだけですね。そうですね。他は動画とか撮影は、これ、あれですよね。支援してくださった方がもう自由に撮っていいってことですよね。携帯で。携帯で。なので、その日のデートの思い出が、携帯に写真だったり動画だったりで収められるので、すごい記念になるかなって思います。あの、よくある、彼氏目線の動画を自分で撮れちゃう。いいですよね、そうやって。ぜひ撮ってもらいたいので、はい、プランも考えていただけるので、ぜひ、よろしくお願いいたします。そうですね。横浜だったら5時間ゆっくりできるかもしれない。あ、確かに。2時間のちょっと、そっか、キンキンになっちゃうかな。キンキン、そうですね。キンキン、2時間キンキン。そう、場所は都内近郊になりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。というわけで、これでリターンの紹介全部終わりました。終わりました。2時間たっぷりかかってしまった。たっぷりだ。はい、いっちゃんさん。T シャツを。お、あ、ありがとうございます。デザイン楽しみにしててください。カラオケとサバゲー悩みますね、クズさんが。あ、悩みますか？カラオケ、サバゲー。まあ、どっちも楽しいからな。がっつり遊びたいならサバゲーで、運動にもなるので。カラオケは一緒にゆっくり歌えるし、うん、いいとこどっちもあるから難しいな。どっちもおすすめしちゃう。写真集もらうには最低何が必要？写真集は、リアルイベントですね。そうですね。星のみ以上のリアルイベントご支援、または1万円で写真集単品のリターンがあるので、そちら購入していただければ、写真集買えます。大丈夫です。ただ、それより下というか、物品にはちょっとつく。かないので、はい、写真集欲しい方は1万円の写真集か写真集がついたリアルイベントでお願いします。さっきから虫が虫がでっかい虫がでっかい虫がちらちら昨日からハエがなんかやだ、ね、飛び込んできちゃって潰してもいいですか？え、潰しちゃうの？いいよ。やばーい。いけた？幽閉してしまった。あ、でもいます？生きてる？やばだ。やだ。なんか無駄にでかくて、でかかったですね。モニターに当たったとき、パチンって音がして、でかいみたいな。びっくりしちゃった。あ、アメリさんの歌聞いたことない、はい、聞いたことない。そうですね。私も人前で歌ったことあるのは、じゃあもうカラオケイベントだけなので、ぜひカラオケ一緒に行きましょう。泊まりとスキーボードはなくなったか。そんな話も。あ、そうなんですよ。ツイキャス私が個人的にしたときに、お泊まりとか、他の女優さんで婚約とかあったじゃないですか。それもいいなって言ってくださる方がいて、で、最初からだとちょっとリターン数も多くなってみんなが悩んじゃうので、こう、皆さんの反応を見ていいなって言ってくださる方が多かったら、入れようかなっていう気持ちは。あります。リターンの追加あるんですかって、まさに、ちょうどすごい。そうですね、追加。私、最初に、グッズも結構、今、パスケースとか、アクリル、キーホルダーとか、スタンド言ってたんですけど、他に、マスクケースとかも最初、言ってたりとか、今、絶対みんなマスクつけてるので。それもちょっと追加考えてました。そうですね。あと、サバゲーやるので、パッチとかステッカー、私オリジナルの。それも追加考えてました。いいなぁと思うので、それは、後々追加したいなぁとは思いますので。はい、で中間ツイキャスを一応予定はあるので、そこぐらいでデザイン一緒に発表とかできたり。そうですね。中間がいつになるんですか？いつだっけな？この間決めた。10月の。10月金曜日なんだけど。金曜日。ちょっと待ってくださいね。今言っちゃおう。
あ、言っちゃおう。はい。ファンディング自体は10月の22日まで。はい。となって。今日から10月の22日までです。はい、10月8日だったかな ?8。あ、もう見えない。あー、パラパラさー、やばいよ。私なんだ、見て。携帯に入れた気がするな。10月の、入ってないよ。おっと、私の、それはポンコツが出てる。あ、私のには入ってました。10月8ですね。入ってるじゃないか。すいません。ごめんなさい。10月の8日、はい、同じく20時から、中間ツイキャスを予定しておりますので、はい。はい。10月8日金曜日の8時から、そこでオリジナルのイラストとか写真とか、あ、写真はちょっと写真集の後になっちゃうけど、イラスト系は発表できたらなと思うので、ぜひその日も見てほしいです。発表できたら嬉しいですね。はい。今はなんとすごい早いことに44万円集まっています。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。これ製本も有名じゃないかもしれない。あ、ぜひとも本にしたい気持ちは私もあるので、本が200万になりますので、皆さんのお力必要なので、ぜひよろしくお願いします。はい、10月22日まで約1ヶ月間となっていますので、はい、どうかどうか。そうですね。追加のリターンも楽しみ。え、これってもう最初、追加していった方がいいとかあるんですかね、なんか、今言った中で気になるのがとかあったら、中間まで待ってもらった方がいいんですか？どっちの方がいいですか？逆に、もう今中間までで、決めちゃった方が、でも迷われて最後までってなるよりは、中間までの間に、追加は、なんか決めきっちゃって、で、中間でこれ以上の追加はないよって多分言ってあげた方が。ああ、わかりました。みんな。そうですね。で、まあ、中間の時に逆にデザイン。みたいな、なっちゃうんで。中間の時にデザインパッて見せれた方が、なんとなくイメージがつきやすいかなっていう。はい。あるので、ちょっと今日の終わった後とか、今の反応を見て、追加何にするか決めたいなぁ。そうですね。マスクケースと、ステッカー？ステッカーかワッペンとか。ワッペン作ったことないな。ちょっと調べてみます。あと何やってたかな？一泊旅行とかですか、ね、あ、そうですね。一泊旅行を結構気にしてくださる方が。あ、本当ですか？はい、いらっしゃったんですよ。一泊旅行だったらどこに行きたいですか？めっちゃ悩んだんですよ。なんか、温泉あるところだと冬だろうなと思ってたんで、自分的にも。なんか、あったかく過ごせるし、あとまあ、混浴も一緒に組み込めるので、楽しんでもらえるかなと思って。確かに、混浴いいですよね。なんか、部屋に露天風呂がついてるようなお部屋がある旅館とか行けたら楽しいなって。そうですね。一泊旅行はちょっと追加 してもいい。あ、結構反応がいいですもんね、婚約。入りたいよね、婚約。夢があるもん。婚約で婚約。追加をじゃあもうちょっと決めちゃおうかな。マスクケース、はい、ワッペンかステッカー。はい。一泊旅行か。一泊旅行。婚約が今のところで。そうだ、このチョッパーさんが最初、カレンダーで、私が撮った写真集の中から選んで、はい、カレンダー来年の作るのどうですかっていうのを言ってくださってて。カレンダーってでも作れますよね。作れますよ。全然。どっちタイプ、壁掛けか卓上かとかによってちょっと変わってくる。カレンダー作ったこと今まであります？ない。なんかやろうとして私調べたことはいくつかあるんですけど、作ってはない。カレンダーもいいかもしれない。あ、いいかもしれない。うん、そうですね。だいたい13枚と。なんか、薄いっていうか、パンフレットみたいな形で、片っぽが写真、片っぽは何ですか？あれのやつで、開いて縦にして壁にさせる。はいはいはい。ああ、なるほど。あるあるありますね。本としてもできるし、みたいなやつが、意外といいのかな、みたいな。で、手軽のは、このぐらいのね。卓上みたいな。たばきよりちょっと、見える版ぐらいですか？はい。大きいやつ。壁掛けがいいなぁ。ポスターみたいに飾れるのが確かに。せっかく写真集の写真だったら、大きく見てほしい。壁掛けの方が可愛い気がする。カレンダーいいですよね。カレンダーも入れたいですね、そしたら。なるほど、OK です。自分も欲しくなっちゃう。なんか素朴な感じの写真集っていうなら、会社に持ってける写真も多いだろうから、卓上に置いとくのありかなと。個人的に思うんですけど。
あ、でも写真集にはちょっとエッチなのもあるので、それ以外で飾るなら。そう、だからすごくそうシンプルなの。でも、卓上だったらあれかな。うん。日めくり365枚、すごいの来た。ちょっと、大変なことになっちゃうぞ。ちょっと大変なことになっちゃうな。頑張れるかな。分厚くなりそうよね、365って。本当だ、この日めくりカレンダーってすごい分厚いですもんね。カレンダー、どうなんだろう。一泊旅行。でもなんか、あれですよね、曜日入れなかったり一緒使いますよね。ああ、確かに。ありますね。1月1日、1月2日みたいなだけ。一生使えるやつある。一生ぐるぐるできるやつ。ああ、なるほど。カレンダーちょっと夢ありますね。カレンダーやりたいです。あ、未収録ショット、まあ365枚になったらそうなりますけど。うん、あ、でもなんかせっかくなら未収録、未収録でやりたいです。はい。13枚くらいだったら、未収録でもいいかもしれない。なるほど。今言った系は追加したいなと思います。まし、ね、あと何かありますか、特にはないかな。と、自分のメモも、でも今言ったくらいですかね。うんうん、その、大きいので言うと、さっき言ったあの、混浴だったりとか一泊になって、グッズ系が今言ったやつで、通称、アメリストさんって皆さんの。あ、そうです。私のファンの方のこと、アメリストって、いうふうに言ったりします。そう、それで、それ言ったんじゃないですか。会員証作りたいな、会員証作りたい。あ、そうだ、会員証。私が言ってた。会員証なんかこう、持ってるだけでウキウキするから。それこそパスケースにも入れてもらえたら。あ、確かに。パスケースすごい、何でも使えるみたいな。使えますね。あの、ステッカーも、ステッカーの方が私はやりたいなって。楽しいんですよね。はい。いろいろできる。なんか前、別の中さんで、あの、おみくじのステッカーを作ったことがあって。へぇー。あ、びっくりマンチョコ。びっくりマンチョコ。あ、めっちゃいい。それいいな。大吉、小吉、中吉みたいなやつを。面白い。ランダムで入れるみたいなのをやってて。なんかそれを考えたスタッフがもう、おみくじとハマりして。おみくじにドハマり？ありとあらゆる、なんか、会議をするんですよ、うちで、はい。その時に、おみくじとかどうですかって毎回言うんですよ。よほど楽しかったんだなーって。おみくじ、面白いですね。入れてるこっちを楽しいんですよ。へぇー。みたいな、キラキラしてるし、そこみたいな。チョコフラワーまだ。なんか、いいなぁ。こうしてくれ、みたいな。こうしてくれ、みたいな。なので、めっちゃいい。あ、てんちゃんってバレてしまった。わかるなぁ、いいなパソコンの壁紙。これでもなんか、確かに。はい。うちでちょっとあったのが、すごく、少額なんですけど、はい、1000円とか1500円のリターンで、1枚ダウンロード写真を、本当に、送付じゃなく、目線で、ポンとお送りして、はい、写真ありがとうございます、みたいな。パソコンでも携帯でも使えてもらえるような写真をお送りするみたいな。ああ、それもいいの。星さんの、例えば、私生活の、そこそツイッターに載せてないような写真をポンと1枚、みたいな。まあ、すごく手軽にできるリターンであるよね、みたいな。確かに。データで送るし。なんか、お待たせすることも多分ほぼほぼないかな、みたいな、うん。データでそのまま、これだよ、ポンって送るんで。いいですね。すごく手軽で。ね、チェキとかを現物だと、まあ、2000円からあって、現物も手に入るし、1000円なんですけど、まあ、それよりは手軽だし、まあ、応援の気持ちでっていう不正よりは、なんか、なんか残したいみたいな方とかいるかなと思って。確かに。なんかたまにお布施ですごい金額を入れてくださる方とかいるんですよ。それってなんでだろうって考えて、なんか物件が届くのが困ってしまう方なのではみたいな話になった時に、いらっしゃい、そうです、そうです、そのデータだったら、物を置けとかないから、ここにだけ行けんじゃないみたいな話をこのスタッフでしてて、だからそういうのもありかもしれない。だからこの PC の壁紙。確かに。問題写真の壁紙とか、うん、いいかもしれない。いいですね。なんか今の話聞いたらすごいいいなって思いました。その手元に何も残せない人にとっては。うん。いろんな事情がありそうですよね。会員証、前々回の本で見るアメリングタイム自分一人何人か思ってますか一瞬。会員証。ああ、そうだ。会員証。2回目ぐらいの。ファンディングの時ですよね。そうでした。そうですね。実は誰も今スタッフがいらない、ないんです。一新しちゃって。あの頃のスタッフは一人もいないから、わかんない。ごめんなさいって感じですけど。作ったことは確かにありますね。そうなんですね。その時は、その作品、AV の作品撮った時の衣装だったはずなんですけど、うん、でも確かに今と髪型も違ってくるし、新しくなんか作っても、うん、
前回はどういうのだったんですか？牛？あ、いや、なんか、しっかりしたカードでした。カードだった。はい、確か私がサンプルで見たな。実際届いたのがどんなのかはちょっと。もらってない？もらってないので。ダメだな、昔のラッパーのスタッフ。何ももらってないし。申し訳ないな。何一つもらった。ロファンで本人持っといてって。そうですよね。その時パスケースも実は作ったことがあるんですけど。そうなんですか？それももらってないのか、ちょっと。もう一切どんな知らないけど。全部お渡しする。あ、ありがとうございます。お揃いになるんですね、持ってる人。そうです。全部お揃いになります。おー、いいですね。全部って言ったらあれですけど、コースターのサイン入りとかはあれですけど、うん、オリジナルグッズ、T シャツとかアクスターとか缶バッジとかはお揃いになります。あー、いいな。私も今欲しいなと思ってたんで。今度からのサンプルさんと私は。ありがとうございます。すいません。そんなことだったら、最初の方からしたら一新しちゃう感じになっちゃうんですね。確かに。ちょっと抵抗がなければ、私は。会員証いいかいいなと思って。新しく更新するのもありですね、うん、確かに。持ってる方の気持ち次第にはなりますね。どうだろう。なんか、自分もいろんな、なんか、ファンクラブとか入ってるんですけど、なんか、1年ごとに変わったりするのとかもあるんで、写真も含めて、そう、うん、なんかありかなとは思っちゃうんですけど、どうなんだろう。あ、チェキサイズで分厚い。アメリンの顔もアップなんですね。かわいいです。ああ、でも昔のもレア語も確かに。あ、確かに。昔の持ってる人はそれでもありだし、今回作ったら。また新しくしてしまうのもいいかもしれない。ちょっと事務所さんと。そうですね、会員証はちょっと、はい、なります。はい。はい。じゃあちょっと今んとこ追加確定は、マスクケース、ワッペンかステッカー。はい。カレンダーも相談させてください。カレンダーもちょっとごめんなさい、相談で。そう、はい。一泊旅行か婚浴？一泊旅行は？これは混ぜることはできないですか？一泊旅行で婚浴。婚浴できる一泊旅行に、はい、したいです。じゃあ、それも一応確定で入れてしまいましょう。はい。あとなんかさっきね、チッパーさんがクリアファイルどうですかって言ってくれたんですけど。クリアファイル作れます。作れますよ。ああ、クリアファイルもなんか普段使えるなと思ったんで。うん、じゃあ、クリアファイルも追加したいです。マスクケースが、はい。このぐらい、なんていうんですか？本当のこのマスクが入る。の入る。ファイルみたい。ほんとクリアファイルの。あ、ちっちゃいクリアファイルみたいな感じになります。あー、B5 の細長いみたいな。あ、みたいな感じです。はい。そして、普通のクリアファイルだと A4 が入る。若干かぶっちゃうかもしれないですね。大きさが違うから。うん。セットで、一応あとは、なんていうんですか、こう、きちんとマスクケース屋さんで作ったので、いわゆるメッキ、コーヒーはい。みたいなファイル素材らしいので。あー、なるほど。普通のクリアファイルは、本当に、普通のクリアファイル屋さんなので。そういうの気にされる方は、別々の方が。別々の方がいいのかなと思ったり。あー。マスクケースね、こう綺麗じゃないとちょっと嫌だかな。うん。そうですね。マスクケース、ね、マスクケースは大事ですね。抗菌とか必要なので、別々にしたいです、そこは。じゃあそこら辺は、はい、追加させていただきます。はい。お願いします。はい。順次、ね、スタートお知らせと、はい。して。はい。はい。いきたいなという感じです。はい。私からも、ツイッターの方に。載せるので見てほしいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。すごい時間が過ぎてしまっている。今、何分ですか ?1 時間18分経って、1時間の予定が。すいません、見てくださってる方ありがとうございます。ちょっとずっと見てくださってる方ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、なんか最後の方会議、打ち合わせみたいになっちゃった。裏側を見せてしまって、こんな感じで決めてるんですけど。ある意味貴重な。あ、写真だった場合、デジタルの写真集はないのですか？なるほど。なるほど。あ、なるほど。ターンを追加しましょう、逆に。あ、それはいい。あ、そうですね。デジタルはデジタル。あ、そうですね。あ、今支援されてる方は、今現状はデジタル。はい。正本になったら、正本のリターンを追加して、はい。移動したいよ。正本に移動したいよって方は、スタッフから連絡するので、うん、どっちか選んでもらう。ああ、わかりました。とりあえず今は1万円の写真集のリターンがあって、はい、で、200万の達成が見えそうだったら、冊子が作れそうなので、本のリターンを追加で、デジタルから本に変えたい人は変えれるっていうですね。はい。で、デジタルも欲しいよって言ったら、もうデジタルも入れてもらって。両方。財布も入れてもらって。はい。あ、いいですね。確かにデジタルが好きな方もいらっしゃいますもんね。本だけじゃなくて。なるほど。200
クリアするよね。本当に、それを。ぜひよろしくお願いします。私も作りたいので。ちょっと時間が過ぎてしまったんですけど、ぼちぼち、いろいろ、情報も更新をしていきたいと思います。はい、頑張ります。皆さんぜひ、10月22日まで、よろしくお願いします。はい、今日から1ヶ月ほどよろしくお願いいたします。最後に、一言いただいて、はい、にします。急に締めが始まる。大体そうですね。いつもこうなんですよ。よくない。よくなかった。ですね、初めての写真集で、こうやってみんなとお話しして決めれたことがたくさんあるので、本当に思い出になるなと思うし、皆さんが参加したっていう証にもなるので、ぜひとも写真集作れるようにご協力よろしくお願いします。みんなで作りましょう。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。1ヶ月間よろしくお願いいたします。ありがとうございました。